ったビッグモーション、まずはガツンと一発、今年で結成20周年を迎えますます絶好調爆竹のスペシャルライブ、レッツゴー。バンドが 20年間オリジナルメンバーでこう突っ走り続けるってとてもすごいことだと思うんです。でもちろんメンバー間、スタッフ間の強い絆はもちろんのこと、なきにして語れないのがやっぱりオーディエンスとの深い絆だと思います。その深い絆をテレビをご覧の皆さんに少しでも伝えてきたらなと思います。それではビートモーションプレゼンツ爆竹スペシャルライブ、お楽しみください。
爆竹の熱狂ライブ続きは後ほど。ドンベセ、お待たせしました。オープニングで熱いライブを届けてくれた爆竹のスペシャルトーク&ライブ。デビュー10年の松岡さんにとっても爆竹さんは大先輩。実はものすごく緊張してるよみたいな。大丈夫松岡さん、何話しましょうか。もう全然真っ白で、とりあえず会えるのは本当に楽しみにしてたんですけど、バンドキッズになんか戻った感じです。今10年同じメンバーなんですか。そうです、そうです。おめでとうございます。ありがとうございます。出身どちらですか。出身大阪です。はい。みんなそうなんですか。そうです、一人だけ名古屋なんですけど。変わりましょうか、ここ。いいですか。はい、いろいろ聞きたいこといっぱいあったんですけど、ちょっと飛びますね。普段の皆さんの生活はこんな感じですか、皆さん。いつも、いや、普段はもう、はい、普通ですか。みんな酒は飲まれない方一人もいらっしゃらないですか。違う意味で飲まれますよ。酒にいいですか。ダメか。もう飲み出すと暴れるとかそういう感じですか。いやいやいや、それはないです。オフの日とか集まったりするんですか。いや、しないですね。しないですよね。しないです。僕ら 2,3 年に一度メンバー旅行っていうのをやってて、メンバーだけで海外旅行行ったりするんですよ。はい、誰が仕切ったりするの。僕が全部ツアーコンダクターになってやるんです。みんなそれは強制参加です。あ、強制ね。はい、だけど意外にそれがなんかこうみんなの絆を深めてって思ってる。いや、本当ですよ。あれ、俺だけですか。桜井さん今ハマってるのが猫っていうことなんですけど。はい。何、ペルシャですか。ヒマラヤンっていうやつ。ああ、もうまさしくヒマラヤンに似てますよね。そうですか。あ、具体的ですね。なんか似てますよ。今井さんは猫みたいな女性を興味がある。何がですか。すみません、はい、ごめんなさい。今井さんは料理ですよね。あ、しょっちゅう。しょっちゅうですか。しょっちゅう作りますね。え、何が一番得意ですか。得意、よく作るのは、はい、スパゲティ。おお、メンバーの皆さんに食べてもらったことはあるんですか。あんまりないけど、たまにうちに来て飲むときは何か作ったりとかは、たまに。今井さん家に行くんですか、メンバーの皆さん。一昨日も行きました。本当ですか。僕も行っていいですか。行きましてください。いや、本当に僕ちょっと行きたいですね。すごい家ですか。スターですよ、スター。スターですよね。多分玄関のこう、玄関と部屋の段差がない感じの。土足でですよね。絶対そうだった。タバコもそこで消してる。いい家って言うとそれなんだ。樋口さんは実は涙もろいと。結構すごい涙もろいんですよ、俺。そうなんですか。例えばそのドラマを見て泣くとかですか。結構すぐ泣いちゃいます。マジですか。時代劇見ても泣いちゃいますか。桜井さんは南極物語を見て泣いたんでしたっけ。本当ですよね。そういう持ち主ですよ。持ち主ですよね。決してあのヒマラヤンをニャーと言わせない。どっちかというとこう可愛がるからです、ね。なんか樋口さん、おすすめの映画ないですか。おすすめの時代劇一つあるんです。あ、なんですか。仁義なき戦い。それ見て泣くの。結成20周年ということで、僕一個聞きたかったんですけど、誰のために爆竹は音楽をやってたんですかね。難しいですね。難しいですね。誰のために。はい。例えば自分のためですよ。自分のためですか。桜井さんのアンケートに、そこに存在し続けた爆竹っていうバンドが存在し続けたから、まあ、20年があるんだなっていう答えが1個あったんですけれども、オーディエンスのためだけにやってきても多分、なんていうのかな、オーディエンスで一人じゃないから、いろいろ分からないところがあって、求められてると思ってやったことが違ったりとか、温度差があったりとかで、彼女たち、彼らたちも成長していくから、そこにずっと合わせてもやっていけないし、いや、みんなね、聴、いてる人のためにってもちろん言いたいですけども、はい、でも自分がやっぱり楽しまないと、面白くないですよね、うん、見てても。そうですね。
最後はお前の中で深くもっと深くもっともっと